タートしましたのは女子 1600m リレー準決勝第1組であります。第2レーンに長野吉田、第3レーン飯田久保津、第4レーン松本国際、第5レーン上稲農業、第6レーンの松尾学園、第7レーン大町学業、第8レーン松本赤田川岡、第9レーンに文化学園長野であります。この県高校記録は3分46秒50、大会記録3分53秒86であります。5レーンの上稲農業は南進のチャンピオン、そして中心地区からは中心の1位、2位、3位、4位がこの組に入っております。抹消学園、松本国際、大町学園、松本赤田岡、中心地区の1位から4位までのチーム。先頭抹消学園、中村第2走者まもなくオープンゲートとなります。小学園中心地区のチャンピオン、バトンが第3走者へ、先頭が小学園、そして文化学園長野、そして南進チャンピオンの上稲農業が現在3番目、そして松本国際、行われております女子 1600m リレー準決勝の第1組。準決勝は2組に分かれて行われますが、3着プラス2の入選、3着までは決勝に進出、そして残り上位2チームが決勝へとなります。現在先頭の小学園、それを追いますのが文化学園長野、そして上稲農業、そして4番目が市越ならさ、大町学業、松本国際、飯田久越、そして松本新川岡、そして長野吉田の順、そして文化学園長野、そして上稲農業の3番目、4番目に松本国際、大町学業、松本赤田川岡、飯田久越、そして長野吉田の順、